やるとしよう。行くとしよう。行くとしよう。報告します。承知した。よし、さてこうなったか。報告します。承知した。ご無礼。報告します。構わん。考えがある。行くとしよう。報告します。承知した。さあ向かおう。言うことなどありません。行くとしよう。よろしい。やるとしよう。
行くとしよう。行くとしよう。行くとしよう。報告を預かっております。報告を預かっております。行くとしよう。行くとしよう。そろそろいらっしゃる頃かと。聞いてくれ。劉備より食感の帝位を継いだ劉禅に対し、臣下諸葛亮、つつし先帝が志半ばで倒れられて以来、天下三分のままこのような中で、近似の臣は忠勤に励み、これはひとえに皆が先帝から受けたご恩。諸葛亮はまだ若い劉禅に対し、大陸の上その上で劉備が抱いていた理想の世を実…陛下、今義の逆賊たちを討伐するため、また被災の身を尽くして中原を平らげ、必ずや官室復興の悲願を成し遂げてご覧に入れます。いかに諸葛亮が新参希望の、しかし自分が健在なうちに何としても劉備の意志を遂げる道筋を示さねばならない。そろそろいらっしゃる頃かと。聞いてくれ。行くとしよう。やるとしよう。失礼。報告します。承知した。報告します。承知した。報告します。承知した。たやすきことです。やるとしよう。
提案いたします。承知した。よし。さて、こうなったか。カン、母。聞いた、承知いたしました。ごめん、つかまつる。さて、こうなったか。たやすきこと、やるとしよう。ごめん、つかまつる。ありがとう。さて、こうなったか。無論、しょ、やるとしよう。報告を預かっております。よし。報告を預かっております。よし。検索いたす。構わず。さて、こうなったか。どうなさいましたか。き。さあ、向かおう。報告します。承知した。なん、こじ。戦い。それはそうかもしれない。今こそこう、うん、そういう考えもあるか。今しょ、うん、戦い。それで、うん、しょ、うん、そろそろいらっしゃる頃かと。感謝の至り。
ここはそれがこちらにも言い分があるのだ。商人くん。ああ。今こそ。ああ。商人くん。ああ。書に基づく。それはそうかもしれない。それはそうかもしれない。なんとか。